んばんは。あ、そういえば昨日1周年配信ありがとうございました。お花をいただきました。素敵なお花を。そう、ちょっととりあえずペットボトルに刺しちゃったんですけど素敵なお花ありがとうございました。嬉しかった。ペンライトカラーにしてくださってるみたいで、そう嬉しいです。永遠咲いとくといいんだけど、そんなことできない。お花、お花なんてもらうことないから嬉しかった。テレさん、井上義弘さん、やすさん、まこさん、かっぱらさん、あーつさん、村上さん、わいたっくんさん、やっしーさん、ひょうさん、とろみちおいしさん、つぼゆゆしきさん、むちゃむちゃさん、ほりちゃんさん、りんくさん、 KRD さん、やすべえさん、あぶりたぬきさん、白いとらさん、タイガーさん、マスオさん、やまなびさん、はちさん、浜崎さん、てんりさん、こんばんは。フラペチーノさん、これは肉まんかな、ありがとうございます。ゆまぽんさん、ハートありがとう。カメさん、あ、中身が違うんだ、カレーまん、肉まんとあんまんかな、ありがとうございます。カミテルさん、こんばんは。瀬戸内のミニマロンさん、もかじさん、ゆいころいちごさん、カメさん、こんばんは。中華まんなんだ、チーズピザまんかなこれ。アッキさん、ミヤティさん、ショウさん、ヨッシーさん、ジャクソンさん、こんばんは。もう寝れる。今日はでもちょっとお腹が痛くて、なんか冷えたかなって思って、あったかくするぬいぐるみで。島市さん、こんばんは。あら、画質悪いの？今日でも確かにネットおかしいなって思った。青色大好きさん、あっちさん、こんばんは。メイルくん、こんばんは。そう、ピンマイカーは MC& スポーツ&フードファイターユニットに変わった方がいいと思います。そう、ベアンさん、哲夫さん、こんばんは。坪井ゆすきさん、ありがとう。肉まん、お腹の周りを温めます。よいしょ。あんまりお腹痛くなることないんだけどね、なんでだろう。変なもん食べたかな。哲夫さん、こんばんは。面白かった昨日、箱の中身でも当てちゃった。言うの思ったけど、なんかピンチってなる時、ピンチってかなんか焦りそうな時こそ落ち着いとる気がする冷静に判断みたいな、そんな気がする。沢山さん、松さん、やっほーい。パイ投げやられたくない。なんかもうシミソラのとか痛そうだった。こうなんていうの、べちゃっグリグリグリってやるタイプかと思ったらさ、こうパーンってめっちゃ痛そうだった。あれはノーさん、こんばんは。奈良西さん、こんばんは。マスオさん、50年のありがとうございます。そう、昨日のあの配信の時、佐竹さんの後ろにあったお花がなんか、そう、この2本ずつ、2輪ずつペンライトカラーになってて、そうなの。ちょっといけばなとかよくわかんないから、ちょっと向きとかもちょっとあれなんだけど、とりあえずお花をいただきました。ありがとうございます。マスオさん、50年のありがとうございます。ヤスさん、50年のありがとうございます。コンさん、奈良西さん、こんばんは。ソルさん、こんばんは。そう、昨日隣リコジでね、本当に鼓膜破れるかと思ったわ。めっちゃもう耳が割れそう。スチュアートさん、シオさん、ダンゴムシさん、こんばんは。
やすさんなんだったっけ、ガーベラだっけ。ありがとうございます。ソルさんバラありがとうございます。なるぜキリ。どういうことどういうこと。 ST が大大大好きさん、ほっぺたぷにぷにさん、こんばんは。肉まん、あんまん、ピザまんかな。ギフトか、しようかな。お昼からはあれなんですよ、お稽古。お稽古っていうとなんかピアノとかみたいだね。そう、ラムさん、アトムちゃんさん、こんばんは。拾い食いしないよ。マツさん、ピザマンありがとうございます。ソヤマさん、こんばんは。大丈夫大丈夫、シルちゃんと一緒に寝る。トトロパパさん、こんばんは。ほっぺたぷにぷにさん、ハートありがとうございます。食べ過ぎじゃないと思うよ。そんな変なもん食べてない気がする。食べてないよね。昨日のお昼はマックでしょ、で夜はお弁当いただいて、だから朝は、朝何食べたっけ。変なもん食べてないと思うけど。そういうのはマジで冷静に考えちゃう。なんかオーディションの時とかもなんかもう決まってるからみたいな、どうせ運命ってもう決まっとるけみたいなすごい冷静に考えるんですよね。なんかなんて言うんだろう、なんかどうやったってもう人間って決められとんじゃないかなって思ったっていうのは、将来っていうかこのあとどうなるっていうの。そうだからもうオーディション受かるか受からんかももうユーナが生まれた時点で決められてるから、そうなんかそういう大きい選択だけじゃなくて、ユーナが明日の朝何食べるのかももう多分神様は知ってることだからそうだから多分もうなんかそういう冷静に考えちゃうんですよね。もかじさんハートありがとうございます。だからなんかあのスタッフさん目線で考えちゃっただってちょっとメンバーに怪我させたらさ、そんなの生放送できなくないって思ってさ、だから怪我させるようなものは入れないから、まあ痛くとかはないかなと思って。そう、ゆのお弁当食べますよ、出されたお弁当は。ルーム長さん、ベレー帽のおじさん DD さん、ガーベラありがとうございます。合ってる、ガーベラで。くんさん、ゆうさん、こんばんは。ゆうさん、肉まんありがとうございます。ひかるくん、こんばんは。面白い顔で止まらないで。たけるくん、大根さん、こんばんは。そう、リコチのおかげでめっちゃピンマイカー抜かれてたけど、なんかゆうな人の話聞くときめっちゃなんか真顔で聞いちゃうんですよね。なんか素の表情で聞いちゃうからすごい顔してた時あるかも。そう、やすべさんが10年のありがとうございます。甘栗くりちゃん、そん、あ、そんな時間かかった。9時頃に送った気がするんだけど。甘栗くりちゃんさん、バラありがとうございます。そうなの、舞台初日が近いから、食べてないから逆にお腹やられたのかも。そんなことある、そんなことある。ヨッシーさん50年のありがとうございます。トトロパパさん50年のありがとう。アカシッ
くれほしい。そう、運命論者っていうの、わかんないけど、そう考えちゃう。トトロパパさん、肉まんありがとうございます。そうだよ、もうみんなに出会うことも決まってたのよ。カズリンさん、こんばんは。ユーナが何年何月何日に STU を辞めるっていうことも多分もう決められてるの。マスクさん、こんばんは。もしかしたら永遠いるかもしれないしそう、ほっぺたプリプリさん、ハートありがとうございます。ヤヤは STU に入って初めて出されたお弁当を食べたとか。そうなん、食べてなかった今まで。ユナはめっちゃ食べますでも1個だけどね、さすがに人のとか食べたりしないよ。あ、でもたまにあれ、あの嫌いな食べ物とかをメンバーで交換したりする。この前はあれ、ユリニャが何だったかな、お魚かなんかが嫌って言ってたかな。それとユナがナスビがちょっと苦手なので交換しました。カツボの福岡さん、こんばんは。津田博文さん、こんばんは。そう、冷静。マジでリコチの隣は5メートルぐらい離れて座らないといけないと思う多分。そう、道秀さん、こんばんは。やっほーだ。そう、ユーナジュースはカルピスかオレンジジュース。飲めんのんですよね、炭酸。じゃけ、炭酸って、コメディのセンスというか笑いのセンスがないですね、多分。面白くないと思うSTU 大大大好きさん、ガーベルありがとうございます。メッシーさん、こんばんは。そうなの、トトロパパさん、あんまんありがとうございます。ネッシーさん、こんばんは。読んだっけ、読んだね。トマキさんが10年のありがとう。運命の人です。そう、お弁当を残すのもったいないから全部食べちゃうの。もしお腹いっぱいとかだったら持って帰って食べる。トマキさんが10年のありがとうございます。そう、ナスビちょっと苦手なんです。でも食べなさいって言われたら頑張って食べるけど、言うのあれなんです、その最近お弁当を食べるようになって、ちょっとだけとかだったら苦手なものも食べれるようになりました。なんか残す方がもったいないなって思うようになって。でもそうやって交換してくれる相手とかがいたらちょっと甘えて交換しちゃうんだけど、キノコとかキクラゲもちょっと苦手なんですけど食べれたし、食べるようになったし。そう、煮物とか、煮物のあの大きい椎茸が苦手なんですよ。でもあれちょっとちっちゃく切ってご飯と一緒に飲み込む。そう、ゆうくんドラマありがとう。小島さん、こんばんは。ほりちゃんさん、肉まんあんまんありがとうございます。 STU デイデイ大好きさん、50年のありがとう。マスクドリバー VR さんかな、ガーベラありがとうございます。リコチは本当に声が大きいので距離取っとかないとダメですね、耳が死んじゃいます。武蔵のお弁当美味しいよ。昨日唐揚げが美味しかった。2期生のまとめ役なのってショールーム特別配信見て思った。ショールーム特別配信、そうなん、まとめ役ではないんじゃないあんま喋る方じゃないし。ユナは何が食べれない、キノコ苦手、ナスビも苦手、キクラゲはちょっと苦手。坪井介さん、50年のありがとうございます。ほっぺたプリプリさんじゃなくなってた、ほっぺたすべすべさんになってた。
プルプル感、なんて言うんだろう、なんか硬くもなく柔らかくもなく苦手な感じ。キノコも一緒。哲夫さんハートありがとうございます。219日ありがとう。アートさんガーベラありがとうございます。キノコ類がねダメなんですよ。ナスビはまだ食べたことない。ナスビ多分ね1回しかね出たことないな。弁当ほぼほぼでも食べるようになりました。えのき美味しい？きのこ苦手ないよね。あと何が苦手じゃろ。宮本浩一さんこんばんは。なんだろうな苦手なもの。きのこ、なすび、ピーマン、ゴーヤ、とかかな。でもユーナが苦手なものってネーネも大体苦手なんですよ。結構一緒のものが多くて、だからあれママが入れないでくれる。そう。ザンさんこんばんは。こそバイソーゴー。あ、今日玉造温泉に行ったので。そういうことか。玉造温泉は何県、島根だっけ、違うっけ。そう、麻婆茄子はお肉だけ食べる。ミンチ好きなんです。多分ミンチだけとかで食べれちゃう。ピンマイカーのまとめ役はミホリン、パセかな。一応最年長はパセ。ゆうの意外とピンマイカーで最年少なんですよ。そうだからゆうなじゃないのかな。なんかちゃんとドライヤー線買ったけん髪がボサボサいた。STU 大大大好きさんだるまありがとうございます。大好きなものは、大好きな食べ物、お肉は好きでしょ。お肉は特に種類関係なく牛、鶏、豚。牛、鶏、豚最近まで分からんかったんですよ違いが。でもとりあえず鶏肉は分かるようになった。で豚と牛は焼かれたら分からんかも。あんま分かんないんですよね。お肉大好きだ。わかるかもだけど届いた方。そう、キュウリいっぱい取れるからキュウリはしょっちゅう食べますね。そうなのね。嫌いなもの。沢山さんだったの？お友達って。そうなの？そうなん？麻婆茄子のナス抜き、そう。ホイコーローもピーマンは家で作るときはピーマン入れないんですよ。もう先から。でもあれユナの好きな中華料理屋さん、台湾料理屋さん行ったときに頼む。あ、ナスビじゃないや、ピーマンが入ってるので。だからそれは多いんですよ量が。だから先にお肉とキャベツとか食べてピーマン多めに残してみんなにシェアする。さらーっと。そうなの。焼肉。ピヨコちゃんマンさんお久しぶりです。ピザマンありがとうございます。好きな野菜はキュウリですね。キュウリ、キュウリ、キュウリと野菜か。さつまいも好き。焼き芋好きです。紅天使が美味しいんですよ焼き芋。夢タウンかどっかのスーパーで売ってるんだけど焼き芋美味しいです。グギザリーさんこんにちは。こんばんは。あとなんだろうね野菜
きな野菜、あ、もやしの、もやしだけで、もやしを幸せみたいな感じでもやしをしてくれてたのが好きになって、もやしだけで食べるようになりました。もやし安いけん結構してくれるの、ママが朝ごはんにそれとか出してくれる。パセのチャラい話はほんとパセはチャラい、チャラいっていうか、なんて言うんだろう、フレンドリー、なんて言うんだろう、お友達が多い、よく言えば悪く言えばチャラいになるのかな、わかんないけど、パセは本当にあの先輩とも、いろんな先輩とも仲良くなってるし、そう2期生とも何気にいろんな人と仲いいし、なんか静かそうだからそんななのかなとかって思ってたら、結構いろんな人と仲いい、サラピとかとも仲いいような気がする、意外なメンバーとも仲いいからびっくり。そう好きよ、お刺身とか好き、お刺身、お刺身もだし、お寿司もだし、焼き魚も好き。秋はサンマ、サンマでも今年はみたいな、水揚げ、水揚げ量もう分かんない、忘れちゃった。ザンさんが10年のありがとうございます。きゅうりは浅漬けっていうのかな、塩、本当に塩だけ、きゅうりをこうなんだ、細く千枚切りとかいうの分かんない、切ってって塩パラパラってやってこう混ぜてちょっと絞って食べるぐらいが好き。これからもほっぺたプリプリさんよろしくお願いします。こちらこそ、あ、50分だって。とんかつとビーフカツの違い分かんない、分かんない。ゆな SK の時に、 SK さんの時に名古屋行った時に、帰りになんかどっかの名古屋ドームかどっかの横のスーパーかな、スーパーショッピングセンターショッピングモールかなんかで味噌カツを食べたんですよ。それから味噌カツにハマっちゃって、カツ屋さん、揚げ物屋さん行ったら味噌カツを食べます、よく。そうマスクドリバー VR さん、肉もありがとうございます。サンマ食べたいの、ヤバトンかな、あ、そうかも、聞いたことある気がする。そうなんで、それをいつ SK さんだから中1中2ぐらいの時に食べてハマっちゃいました。そう給食とかで出会ったレバーの唐揚げがめっちゃ好き、イオンかな。そうなんです。じゃあランキングいきますか。広島校ふうまさん、ピザマンありがとうございます。じゃあいきますよ、ランキング。13位ほっぺたすべすべさん、12位ビッグボスさん、11位ホリちゃんさん、10位アッキさん、9位ヒデさん、8位フルパワーさん、7位マスオさん、6位カメさん、5位テツオさん、4位カズさん、3位ナルミさん、2位アキサトさん、1位ヤマポンさん。はーい、壇上の皆さんありがとうございます。そうなんですよ、オーディション行ってる間にママがそういうお店を探しててくれて、で帰りにあるところってことで連れてってくれました。でなんかそのお店でどっかでなんかドアラのグッズがあって、キーホルダーみたいなちっちゃいドアラを買いましたそう、他の球団のグッズ買ったのはそれだけかな。ドアラのなんかつけるこんなちっこいドアラを買いました。もう夜だったから全然景色とかわからんかったんじゃけど、隣ドームよって
言われたのは覚えてる。はい、そんな感じでした。味噌カツが好きっていうお話でした。味噌カツ定食とか好き。ドアラ、そうドアラかわいい。今週の予定はですね、金曜日に配信公演がありまして、日曜日に完璧ライブだったかな、多分なんです。でそれが終わったら舞台続きますのでお楽しみに。